エベレストとローツェローツェはヒマラヤ山脈のエベレストの南に連なる山。標高は8516メートルで世界第4位。主峰の他に中央本、シャール峰がある。ローツェはチベット語でローイコール南、ツェイコールボンの意でエベレストの南方であることを意味する。ローツェの頂上とエベレストの頂上は直線で約3キロメートルほどしか離れていない。 ローツェの頂上に至る標準的なルートは約7800メートルまではエベレストのノーマルルートと同じ道をたどる。このルートでは、まずベースキャンプを出発してから南所のクーンブアイスフォールを越え、西壁を登る途中でエベレストに向かうルートと分岐し、最後に狭いクーロワールを通って頂上に至る。ローツェはサウスコールと呼ばれるン部を経てエベレストに繋がっている。 ローツェの西側面はローツェフェースとして知られている。サウスコルを通ってエベレストへと向かう登山家はこの高さ1125メートルに及ぶ氷壁を登らなければならない。この氷壁は通常で40度から50度、場所によっては80度以上になる勾配を持つ。氷壁の上にはイエローバンド、ジュネーブのシュプールと呼ばれる二つの岩場がある。ローツェ南壁は 標高差が3300メートルあり、世界屈指の大岩壁である。当班は、極めて難しく、ラインホルト・メスナーら世界の名だたるアルピニストたちの挑戦を知りけ、イエジク・クチカやニコラ・ジャジェールらのクライマーが、ここに眠っている。過去、1990年5月に、スロベニアの友チェセンが、単独、無酸素で45時間20分かかり発生破したと、されるほか、 同年秋にソ連隊17人中の2人が南北の別ルートから登頂を果たしたのみであった。なお、友知前の盗犯は登頂証明とされる写真が他人から借用したものだったこと、登頂時に見たとする景色がロシア隊や後に挑戦したピエール・ベジャンなどの証言とあまりに食い違うことから現在では疑義を呈されている。2006年12月27日に 田辺治を隊長とする日本山岳会東海支部のパーティが当期としては史上初の南北東藩を達成した。ただし体力を消耗していたため登長は断念した。ローゼの登長は1956年5月18日にエルンストライスとフリッツル夫人側が率いるスイスの登山隊によって成し遂げられた。1970年5月12日には オーストリア隊のゼップメイアールとロルフワルターがシャール法への登頂に成功し、2001年5月23日にロシアのユージニー・バイネグラトスキー・サーゲイティ・マフイブ、アレクセイ・バラトフ・ピョートル・クースネットサーブの4人が中央法に登頂している。1988年12月31日にポーランドの登山家クシストフ・ビエリツキがローツェの陶器発登頂に成功した。 2003年10月までに243人が盗聴に成功し、家軸口から11人が命を落としている。ありがとうございます。